柿きた川とは、静岡県寸東郡清水町を流れる、仮野川水系の一級河川。全長は約1 2トルで、日本で最も短い一級河川である。かつては泉川、周辺地域は泉里と呼ばれていた。水源の湧水は主要なもので数十カ所ある。大量の湧水を水源とする、日本でも稀有な川である。本河川は、長良川。 四万十川と共に日本三大清流に数えられている。1985年、柿田川遊水群として名水百選に選定された。さらに国の天然記念物にも地質鉱物の枠で指定された。河川そのものが天然記念物に指定されるのは沖縄県元部町の塩川に次いで2件目である。これは民間の企画であるが、 日本の秘境百選にも選定されている。脇館。かつて、大東防食三島工場が井戸として利用していたもの。脇館。湧き出す水により砂が絶えず動く。柿田川は、清水町伏見にある柿田川公園の脇館からの湧水に源を発し南へ流下、清水町役場付近で仮野川に合流する。長さは、約1200メートル。 川幅は30から50メートル。流水はほぼ全量が湧水からなり、これは雨水や雪解け水が約8,500年前の富士山噴火による三島溶岩流に浸透し、その先端部から湧き出たものである。清流で知られ、水温は季節を問わず摂氏15度前後。流量も年間を通してほぼ一定を保っている。 道下線特有の水中植物として、三島バイカモが自生している。かつては豊富な湧水を求めて工場が進出、排水の垂れ流しにより、水質が悪化し、魚も住めない状態になった。1970年代には、護岸のため、部分的に川縁がコンクリートに覆われるなどしたが、1975年に、住民による保護活動が始まった。 1980年代にかけて地元有志によるナショナルトラスト運動へと発展して自然環境を保全するための土地の買い上げ工場の移転運動や清掃活動が行われ川瀬美等も生息する環境が残された現在もトラスト地の買い上げが続けられている柿田川の湧水量は1日約100万立方メートル東洋一の湧水と言われてきた湧水は 上水道用水にも利用され、清水町のみならず、周辺の沼津市、三島市、長泉町などにも送水されている。ただし水利権は沼津市水道部が持っている。水中や岸辺には、以下のような動植物が生息している。ありがとうございます。